今日は、ちょっと雨で寒くて釣りは断念して、ルアーの整理してました。で、ちょっといまいちな動きのルアーとか、これは失敗だなとかをちょっと壊してみます。僕のルアーはワイヤーヒートスクリューアイで作っていまして、それがどんだけ、効いてるかなとかを、試してみたいと思います。じゃあまずやってみます。こいつですね。全然泳がなかったやつなんですけど、まあシェイプが細すぎて丸すぎて、まあ流線形すぎたって感じですかね。じゃあちょっと壊してみます。まあここにボールが入ってるんで、こいつをね取るのも目的です。リップはラバラっぽく作ってあって、これまっすぐ泳ぎます。全くブレがない感じ。じゃあ壊してみます。じゃあここまず引っ張りますよ。これは引っ張っても抜けませんね。まあ抜けそうにないんで、これはもう多分魚の力では壊れないと思います。ちょっとベリーのところ一番ですけど、まっすぐ引っ張るぐらいには大丈夫ですね。じゃあ壊してみます。じゃあここにボールが入ってるんで、結構ジェルのトップコートが効いてて、すごくね、粘りがあるというか、もう見てください、これでこんな感じでね、わしっと掴んでやっとねじり切れるかなみたいな感じですね。これを食べちゃう魚っていうのは、多分かじっちゃう魚、まあ僕のそこら辺の渓流とかにはいないし、雷魚とかでもね、傷はつくけど、これをかじっちゃうのは相当、かじって壊しちゃうのは相当ですよね。よし、これは塗り方が最初に色つけたタイプなのかな。はい、こんな感じで、外れました。で、最初に多分色つけて、その後トップを塗ってる塗り方ですね。それなんでこういうふうに色がこんな感じで剥がれていきますね。この皮膜が結構厚めで、まあ、ショック吸収してそうですよね。そしてこの骨、スクリューアイはこのぐらい入ってますけど、このぐらい、このぐらいってこのぐらいってこのぐらい2センチ、2センチぐらいですね。2センチ、 2センチちょっと入ってるけど、これでもう抜ける感じはないですね。なかったですね。はい、こんな感じで効いてます。で、私がすごくたっぷり瞬間接着剤つけてるんですけど、ちゃんとついてますね。で、リップの方はこんな感じでねじると取れますけどね。で、これも半分にしてみます。ベリーアイもまあ抜いてはいないんですけれども、近いとこまで、ギリまでこう
言ってて、これも瞬間接着剤ががっちりついてて、この時点でもなかなか抜けない感じです。そして頭のところもやっぱり2センチちょっと入ってて、抜ける気配はなかったんで、まあ強度的にはこの霧のルアーでもまあ特に問題なかったんだなと思います。じゃあこのタイプの、やつです。これもね難しかったっていうか、このタイプもしかしたらこのリップがすごく対称じゃないと難しいみたいですね。左右対称じゃないと。でこれ厚めのやつでやりましたけど、薄めでしなったりしてもいいかもしれないし、もっとこういうタイプ左右対称を考えないとダメかもしれないです。あとはこのカーブしたタイプだとこういう風になりやすいんですけど、まっすぐってちょっとね難しいですね。マジックジャークみたいにこうスッといってこう浮かぶとか、そういう動きは意外といける感じですけど、これちょっと何のために作ったのかちょっとあんまり意味がない感じで作ったか、狙いがよくわかんないですね今思うと。よいしょ。でこれこのリップもう取れそうにないですね。これもやっぱりお腹のところはこっちに差し込んでて、今これ壊しちゃったけど、これがテールの方はこの辺まで差し込まれて、今これね剥がしましたけどね、これも接着剤はよく効いてますね。壊すのは結構大変なので、強度的にはやっぱりこれも問題なかったなと思います。このリップの合わせ方も、中ここまで入ってますね。ですね。そしてやっぱりここのガンマ状に合わせるやつはやっぱりこことすり合わせるようにやっぱりやると、金属同士でくっついてて結構ここは丈夫になってます。ねじればねまあ取れますけど、まあ完全にここくっついてて噛み合ってるんで、ただ糸釣り針とこれで糸で引っ張ってどうこうなるっていう強度じゃないと思います。そしてこれがね、ここを固定してこうねじればなんでしょうけど、これ大丈夫ですね。そしてじゃあこれですね、これがヒノキでこの間作ったやつだけど、ちょっと汗で作ったら悪い癖で適当に作るともう本当にまっすぐになっちゃって、やっぱり作るときに意識するのがやっぱり板状というか、そんな感じもいいかと思いますね。ただこいつは結構泳ぐんで法則がちょっと分かんないんですけれども、適当に作ってまあひらひらなるんだったら、こういうタイプの
こういうタイプの形が良かったですね。こいつヒノキ壊してみます。じゃあリップちょっとねじってみますか。こっからねじるとねじり切れますね。そしてこれヒノキなんで、ヒノキはやっぱり硬いですね。ヒノキの強度は結構すごい感じで、このペンチで挟んでもこう結構力入れないと割れないです。そしてだんだん、これ最近作ったやつなんで一番強度的には、まああのヒノキ抜きにしても深く入ってんじゃないかなと思うんですけどね。でこれがなんかあの左右対称じゃなくてもいいんじゃないかって思って、結構ラフに入れてて、あとはヒノキが硬いので、ドリルが進まなくて曲がって入ってますね。ここ曲がってかなり曲がって寄ってるんですけど、泳ぎ的にはまっすぐしか泳がないタイプでした。なのでこのワイヤーが左右どっちかに通ってるっていうのはそんなに関係ないのかなっていうふうに思ってます。あのセンター通ってなくてもまあそんなに関係ないのかなと。そしてこれがやあの最近のガンマワイヤーでやったタイプなんですけど、これがですねなかなかできた。これですね、これでこれもこのタイプで、やっぱりここの合わせの部分はく固定されてて、やっぱ一体化してるんでこの後方は強いんじゃないかなって思いますね。はい、そしてこいつがね可愛いやつなんですけどね、リップがをちっちゃくしてみたらなんか安定しなかった、出てきちゃうんで、かわいそうだけどこいつ切ってやると思います。なんか顔もこのぐらいの可愛さでいいのかな、あんまり凝らなくてもなんか可愛いよ、ね、うん、いやでもまあ壊しちゃおう。泳ぎはねまあまあいいんですけどね、水のトライが弱くてこう出てきちゃう。こいつは結構前のやつだからね。あ、こいつあれなんだ、ちっちゃいウェイトが、鉛のウェイトが入ってて、ラトルするような感じで隙間を開けて少し移動するような感じで作ったやつですね。これがこれね、このカッターでちょっと危険かな、
これがこう空洞を作ったやつですね。もうちょっと割れるかな。この空洞があると安定するだろうなと思って、作ってたタイプで、ここのところにボールが入ってて、ここが空洞になってて、空洞があるってことは一番浮きになるだろうってことで、シャキッとこう立つかなっていうふうに思って作ってるんですけど、でここの細かいウェイトが移動することでなんか揺れるんじゃないかなって思って作ったやつですね。うん、ちょっとなんか最近はこれやってないんですけど、そういうやつですね。ああ、前はタングステン 3.5 で、したね。これもまあ抜けてはいないにしろ、こっから1センチぐらい入ってたけど、まあ大丈夫だったでしょうかね。これも一応その合わせをここのところで、内部でやっぱカリカリするようにやってたんで、瞬間接着剤がここでくっついてと思います。それでこれが1ミリのペット樹脂ですね。ここのコーティングしてないところで、コーティングしてないところでやっぱ割れるのかな、力の入れ具合なんだろうか。ちょっとなんで割れたんだろうな、わかんない。はい、というわけで、せっかく作ったルアーなんですけど、ちょっと壊してみました。壊すことで、このルアーの強さがだいたい分かったかなと思うんですけどね。なので切り材で作って、スクリューアイで作ってもやっぱりそんなに壊れないし、壊そうと思う方が大変ぐらいな感じなんで、ね、なのでこれ大丈夫じゃないかなっていうふうに思います。今ね割れましたけど、半分まではね やれば人間の力じゃこう割れるし、糸と針でこれをつないだ状態で魚が割れるとは思えないんで、まあまあ実用に耐えるインチキ具合かなというふうに思います。それではルアーちょっと壊してみたつところで、終わります。ちょっと顔見とこですね。